開催、今日は WRX-STI-EJ20 ファイナルエディションについて話をしていきたいと思います。こちらのファイナルエディションは限定555台の抽選販売になっています。グレードは2つあります。 WRX-STI-EJ20 ファイナルエディションと WRX-STI-EJ20 ファイナルエディションフルパッケージ、この2つのグレードです。何が違うのかというと、フルパッケージはレカロのフロントシート、ウェルカムライティング、アドバンストセーフティパッケージがセットになってついています。共通でついている装備としては19インチのアルミホイール、 STI エンブレム付きのフロントグリル、こちらはチェリーレッドモールになっています。あと STI エンブレム付きのサイドガーニッシュ、リアバンパーはチェリーレッドストライプとエアアウトレットグリルが付いています。あと STI 製のプッシュエンジンスイッチ、そしてウルトラ精度巻きのステアリングホイール、インパネ加速パネルは艶消しカーボン調になっています。そして気になる抽選申し込み方法を説明していきたいと思います。まず抽選申し込みには見積もり番号が必要になります。これはディーラーに行っていただき WRX-STI ファイナルエディションの見積もりをもらえば OK です。見積もり自体はもうすでにもらうことが可能です。そして次に抽選申し込みになります。抽選申し込みは日付が決まっていて10月24日から11月11日この期間内で申し込まなければなりません。そして11月14日に当選発表があります。そして当選の通知が来たらこの11月14日から12月8日この期間内で正式に契約を交わしていただく必要があります。この WRX-STI-EJ20 ファイナルエディションはおそらく速乾で売れると思います。なので確実に購入をするという方が応募する必要があるのかなと思います。この当選確率なんですが前回の S208 と同等かそれ以上になるだろうと予想されています。この EJ20 のエンジンなんですがかなり評価が高くて今でも人気のあるエンジンになっています。万が一抽選から外れてしまったとしてもこの EJ20 ベースの STI は12月までは販売しているのでそちらを検討してみるのもいいのかもしれません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。